はい、皆さんこんにちは。討論会で今日は、令和新選組が再び、輝けるかと、そういうですね、そういったタイトルでお送りします。このですね、今度もね、令和新選組がですね、結党当時の勢いがね、ちょっとなくなっちゃって、ちょっと足踏みをしているという状態だと思います。で、どうすれば、令和ね、が、また勢いを取り戻すかということをですね、実際の令和の中枢の方ではなくてね、応援団とか、あるいは、外部の立場からね、客観的に、令和を、見つめていらっしゃるという方を、ね、中心に、集まりお集まりいただきましたね、どうすれば令和として、令和としてですね、また快進撃を続けられるのか、そういったことをですね、中心に話していきたいと思います。結構ですね、参加したいという方は多かったんですが、ちょっと今コロナの影響でね、できるだけ参加者を絞りました。で、結構お断りした、ね、方がいらっしゃるんですけども、今回の討論会で参加できなかった方はね、今度は2回目をですね、Zoom を使って開催すると、そういった予定になっております。多分今週の後半あたりね、この2回目の討論会が始まると思いますので、今度そちらの方にですね、今回参加されなかった方はね、参加してください。はい、で、この今回の討論会ね、これから始めたいと思いますが、私はこの討論会の司会をさせていただきます、日本海賊党代表の須田と申します。よろしくお願いします。まず最初に、ご出席の方の自己紹介からね、まずいきたいと思います。はい、じゃあ早川さんお願いします。はいはい、こんにちは、弁護士の早川中間と申します。元自民党の衆議院議員を務めておりましたので、現在の政治の状況に対しては非常に心配しながら、見ております。特に、令和新選組の目覚ましい、躍進を脅威の目で眺めて、まいりましたので、今日のテーマには、特に関心がありますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ今日お願いします。お願いします。こんにちは、相原凛子です。昨年の参院選に社民党公認、候補として神奈川選挙区より候補いたしましたが、今は無所属で、いろいろと活動をしております。昨年の参院選の頃、まあそうですね、劇的に令和新選組さんが現れまして、経済政策以外は私社民党的に非常に親和性を感じ、すごく興味を持ったんですけれども、もう最近ちょっとね勢いを失っているようで大変心配しつつ、今日はですね大変興味深いたくさんのお話を聞けるのではないかと楽しみにお邪魔いたしました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということで山田さんお願いします。はい、沖縄で多くの映画作ってます、映画プロデューサー山田と申します。令和新選組、意外と沖縄の離島とかもたくさんポスター貼ってあって、全然出馬してないにもかかわらず、もうポスターだけが山のように貼ってあるんで、これは一体どういうことかという、でなおかつなぜ議員出さないのかと、まあもちろん衆議院を大量に出すっていうふうな公約もあったんで、楽しみにしてたんですけど、なんかちょっと急につまずきが。あるように見えますんで、何かいい方向があればと思って楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ今度は立花さん。はい、NHK から国民を守る党の党首立花でございます。今日はちょっとこの趣旨に僕が出るのかどうか分かりませんが、僕はもう令和新選組さんの大西常樹さんの、まあ、除籍というですね、恐ろしい行動を見て、令和新選組が非常に恐ろしい団体だなというような目で見ておりますので、ちょっと今日出席の方
とは趣旨が違う発言をすることが多いかと思いますが、弱者を救済するって言いながら党内のいわゆる弱者というかものを言った人をですね、除籍という、これは除籍っていうのは除名とかじゃなくてですね、最初からいなかったと、そんな人はいなかったよって意味合いの除籍っていうことでしょうから、まあそれも密室でですね、公党の税金である意味運営されている政党がですね、密室で一人の人間をですね、処分を下したということに対しては、いわゆる浅間山荘事件の前にいわゆる左翼というか、そういう革命家が行った内ゲバというのをそのままそっくりそのまま彷彿させるような、今回の大西恒樹さんの問題であったり、それに対して野原さんですか、東京選挙区で出られた公明党の方がですね、もう令和新選組を、まあ、離党というか辞めると、まあ、その前に、安富亜美さんも、安富さんとはすごく仲良くさせていただいているので、まあ、その令和新選組から、昨年立候補、参議院で立候補された方が続々と、まあ、辞めていっている姿を見て、なるほどなと、まあ、もちろん僕も同じく公党の代表ですから、まあ、令和さんの要求を見ながら自分の党運営にも生かしていきたいなと思って今日は参加させていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。はじめまして、千葉から青少年を支援する会の皆川と申します。2017年は社民党公認で千葉12区から総選挙に出馬しまして、落選しました。まあ、とりあえず、まあ、松戸で、拠点に、まあ、政治活動はしています。で本日は今日実はベーシックインカムについての須田さんからのサポートがあって、その会議やったんですが、人が集まらないことで流れてしまいまして、でこの会に、急遽出ることになりました。それでやはり今の政治状況の中では、やはりこれだけの不況の中で、依然として緊縮的な政治運営に徹している、まあ、自民党を含めて、まあ、野党においてもそういう考え方があるので、まあ、そういう意味では反緊縮的に打って出てきた令和新選組は面白いなと思いました。私は大西さんとは個人的なつながりが2017年からありましたから、立花党首が言われたようにちょっと何だろうかなと、まあ、非常に知り合い知ってる人間が組み入れられましたので、何が起きたんだろうかという、まあ、戸惑いはあります。ここで何をこの会議で何を目指すかというのはまだ特に決めてませんけども、ただかつてのような保守だ革新だというような対立構造というのはもう、時代遅れだろうと。やはり財政をどうするのかという、まあ、緊縮型で、税金中心でいくのか、それとも違う方策の中でやはり反緊縮な中で、まあ、どんどん政府がお金を出していくような、そういう、まあ、政治をしていくのかというのは、ちょうどこのコロナ不況の中での、まあ、政治においては考え方の分かれ目だろうなというふうには思っています。以上です。はい、はい、はい、まあ、この前のね、参議院選で、まあ、非常に特徴的だったのが、まあ、新しい党が非常に大きな力を持ってきたと、一つの党が NHK 化を今守る、でもう一つがこの令和新選組だと思うんですね。でどちらもですね、既存の政党にはないね、新しい魅力といいますか、要するに結構既存の政党というのは、これは与党であっても野党であってもですね、結構、その利権構造にズブズブな党があると
というところでですね、それだけにその、NHK 学校のと、この令和新選組、非常にその新鮮な光をね、放つなという、そういった気がするんですよね。でそれがですね、もう今、参議院選が経ってしまってですね、特に、令和新選組の場合は、その大西さんのですね、一連の後ですね、一連のことをごたごたなどね、結構その党を離れちゃうという方だったんですね。あるいは応援をここで仕切りやめてしまうというですね、方も多くてね、一体どうすればですね、令和の方はそれをですね、今までのようにその多くの人のですね、その声援を持ってですね、これからやっていけるのかというところが非常に心配な気がするんですよね。令和新選組という党の一つの党だけの問題じゃなくてですね、やはりその今までの、ね、既成の政治に飽き足らない、もっと新しいね、動きをする党にも応援したいというところでですね、その一角になるものとして令和新選組があったんですね。今はこうなっちゃってるというところで、それをどこが原因なのか、どう直せばいいのかというところをね、皆さんに、客観的といいますかね、皆さんの立場からですね、ぜひ論じていきたいと、ぜひこの令和新選組のね、中枢の方、今日はしすぎてませんが、当然見ていただくはずなので、そういった人にも届くようにですね、いろんな発言をね、していただきたいと、それを期待しております。はい、ということでですね、まずは最初はこの前のやっぱり中西さんのね、その助成金ですかについての内容ですけどね、あれは大西さん、大西さんの助成金の問題ですけども、あの問題について皆さんどう考えますか。そこからまず先にお聞きしたいなと思います。さて、党内の自治に関する問題なんてね、部外者がね、あれがこれが言っても大した意味がないだろうというような思いがあり、かつそういう除籍扱いになった方の発言はやはり、どうしてもですね、人の耳には、これよく届かない、非常に不安感を持たせるような発言だったろうと思いますので、そういう方が、いわゆる党内での異分子としての扱いとなるのであれば、これはこれで、それなりの存立の仕方を求めたのかしらと、こういうふうに思います。ただ私自身はね、山本太郎氏のいろんな政治行動、あるいは発言、そういったものについてはですね、やっぱりいわゆる社会的な弱い立場にある人に対してのメッセージを強く発信できる人、そういう人の心を捉えることができるし、ですから、彼自身の行動についてはですね、そう否定的には見ていないんです。れいわ新選組そのものについては組織としてはどうも問題がありそうだなという程度の印象です。はい、はい、じゃあ、ありがとうございます。はい、除籍というのはですね、正直びっくりするぐらい厳しいなとは思ったんですけれども、大西恒樹さんって実は政治家って自分でプロフィールとかに名乗ってらっしゃるんですね。で、政治家と名乗られる以上は、除籍になってもしょうがないのではないかなと。あの発言は明らかに憲法違反でしたから、例えばその擁護する方は、あれはその安楽死とか尊厳死に対して話をしなければいけないという問いかけだったんだとか、考えてくれという意味で言っているんだということを言う方もいらっしゃるんですけれど、やはり全部私見ましたし、文字起こしも読みましたけれども、あの発言はそうでもそうではないと私は受け止めましたので、やむなしと思っています。ただその後にですね、いろいろその総会についての情報とかがこう入って
来るにつれ何が本当だか、結局すべてが伝聞なわけですよね。私たちが得られる情報というのは、例えばレクチャーをすると言っておいて、大石明子さんが仕切って車椅子の障害者団体の方が30人ぐらいで取り囲んで常木さんを、まあ、詰めたみたいな、そのような状況がもし仮に本当であるんだとすれば、これはちょっとその除籍が、あの除籍の是非を語る以前の問題として、一体令和という組織そのものは何なんだろうかという不信感しか生まないわけで、もう今はあの代表からの発表っていうか代表からのこう発信が何もない状況ですから、支持者の方はおそらく本当に暗淡とした不安でいっぱいなんじゃないでしょうか。そのような状況で心配しております。ね、ありがとうございます。はい、あのまあ、非常にダイナミックな政策が多くて、あの今までの鬱屈した政治状況を爆発するという意味では、あのとても破壊力のある党でしたので、まあ、その中からあのまだ生まれつつあるという状態だったので、ちょっとこの早めにちょっと党自身が少し爆発しちゃったかなというのは感じています。なので新しい爆発で新しい惑星ができるようになっていけばいいのかなとは思ってますけれども、まあ、これからどういうふうにその爆発した塵がまた吸引されて、大きな惑星になっていくのかなというのは楽しみにしています。はい、まあね、僕は言うともう批判にしかならないのは分かっておいて、あえてあの山田太郎さんのとこ大好きですし、あのまあ、うちの党と令和新選組っていう党と、まあ、立花隆という N 国の議員、山本太郎と令和新選組の、まあ、議員とか組織って、ちょっとそういう意味では同じような問題を持ってるのかなと。というのは、まあ、僕も参議院議員選挙の候補者、前回40人ほど擁立しましたけど、全員で41名擁立しましたが、もう誰も会ったことない人を擁立しているわけですので、電話でもう立候補してくれる人だったら誰でもいいということで、そのうち選果物が4人とか、そういうような状況でやらざるを得ないわけですよね。っていうのは、当然40人立候補させたから公党政党要件を満たしたということで、これはもうその法に従って、公職選挙法や政党助成金、政党助成法に従えば、これは45の選挙区に1人でも多くの候補者を出した方が全国での得票率が上がるわけですよね。で、まあ、同じように山本太郎さんもですね、そのような考えがあったのか、まあ、相当候補者は直近まで発表されない、しかも全部山本太郎さんが、まあ、比例の順位まで決めてるわけですね。特定枠かな、あのいわゆる船子さんと木村さんをボボと決めたのも太郎さんというところで、まあ、そういう意味じゃ僕と山本太郎さんってまさに独裁者として公党の代表していると。で、まあ、違いは何ですかって言ったら、僕は全てオープンですよね。お金のこと、女性問題のこと、もう党にとってマイナスであろうというものを先に全部出してます。とにかく今あやなさんからもありましたけど、何が行われてるかわからない伝聞情報って一番危険なんですよね。だから党にとって誰かを処分するようなそういう会議は絶対にオープンにしないといけないです。それをせっかく出てきたその N 国と令和新選組っていうもので多くの方が期待している中で、それをもうクローズの中でやってしまったっていうのは、もう残念で極ならないですし、それを是正するためにしたら、ごめんなさい、野原さんですかね、東京で出てる野原さんがそれを改正しましょうということで事務局の方に提案をしたら、またその野原さんが辞めるかどうかの話し合いも絶対公表しないということになって、公表しないから辞めるという判断をしたようですけどね、野原さんはツイッターを見てる限りでは。だからまずその一つ、党運営の中で僕は独裁者ですと明確に言って運営してますが、山本太郎さんは独裁者とは言ってないんですが、実質独裁者なんですよ。で、もう一つ、皆さんは大西常樹さんの、僕は最終的に山本太郎さんというか令和新選組とはもう絶対にやっていけないのと決断したのは大西常樹さんの事件ですけども、まあ、その前にやった東京都知事選挙ですよね。1億2000数百万円ものお金を集めて、
それをそっくりそのまま1億2000万円使ったと、公職選挙法上では6000万円しか使っちゃいけないお金を1億2000万円平気で使ったと、それは確認団体で使えば問題ないという、山本太郎さん、それは法律上はそうだけども選挙でどうして上限が決められてるかって言ったら、お金持ちが選挙で有利にならないように上限額は決まっているのに、その額の2倍を使って、しかもそれを全部寄付金で賄ったと、政党助成金もらってるわけですよね。なのにまたお金をその弱者から集めて勝てもしない、もう絶対勝てない選挙だったら分かってるわけですね。小池さん本当に選挙勝ちたいんだったら無所属で野党統一候補で出て、あの小池さんに一泡吹かせるっていうのは一番はもう、あのもっと早くから無所属で立候補表明すればよかったのに、それを選ばずにただお金を集めて、で1億2000万ものお金を選挙で使ってしまった。でもう一つあのこう令和さんが落ちてきてる理由っていうのは、やっぱり有権者がもう気づいてると思います。政権を取ったらという、この政権を取ったらですね、政権を取ったら消費税が下がる、政権を取ったら奨学金が免除になる、いわゆるタダになる、政権を取ったら最低賃金が1000円から1500円になる、政権を取ったら NHK の受信料を除く、いわゆる水道、光熱費ですね、水、電気、電話、ガス、これが無料になる。まあ要は政権を取ったら、いわゆるまあいわゆる政権与党に入れたらなるっていうことについて、全てそれをエクスキューズがついた状態なんですけども、有権者も、あ、結局山本太郎さんが国会議員になろうが、ならないが、ある程度令和さんが票を取ろうがね、それは実現できないことだっていうことに、この1年かけて気づいてこられた、気づいてしまったんじゃないかなと。あのうちの党で言えば別に NHK の被害者を守りするっていう具体的な活動をしています。あの裁判で負けた人にお金を払ったりとか全部しているので、うちの党を支持いただければ具体的なサービスの提供が受けられるんですが、その令和新選組さんの言っている、まあ、直接影響するって消費税であったり、最低賃金が上がるとか、奨学金が返済義務がなくなるみたいなことは何一つできないっていうことを多くの人がやっぱり気づいてしまったっていうのは、この辺のところが原因としてあろうかと思います。だからそこはやっぱり太郎さんもお認めになられた上で、今与党側、あの野党側が再編かかってるじゃないですか、立憲民主党と国民民主党とその他の無所属の人が、そこに積極的にやっぱり入ってですね、本当に自民党がもっと悪いことしてるというか、自民党やっぱり変えてほしいっていう多くの国民に声があるわけですから、そちらの方になんかご尽力されるのがいいんじゃないのかなという、ちょっとまあほとんど批判になってますけども、まあ、一番山本太郎さんを僕はある意味一有権者として国民として期待している一人として、あえてそういうことを言わせていただいています。はい、お願いします。まああの令和新選組の、まあ、登場というのは非常に新鮮で、当初の太郎さん の、 あの演説をね非常に聞いてて、人徳力などが多いんで、あれだけあの人を引きつけて、話が展開できる人間というのはそんなに多くない。そういう意味で非常にあの、政治家としてはね価値の高い人だと思うんですけど、まあ、では、新選組、まあ、選挙、この前参議院選挙終わってみて、外から見た印象なんですけれども、今、令和を支持していらっしゃる方っていうのは、山本太郎さんのことが好きで令和を支持している方と、令和の政策、反緊縮という経済政策が、好きで、好きっていうか、まあ、それを支持するために支持している方とにちょっと分かれているような気がするんですね。で、だからそれをどうしろっていうことはちょっと全然分からないんですが、ただそれがまず受ける印象で、なんていうのかな。その山本さんが好きだから、まあ、無条件で応援するという方たちはまあちょっといいんですけれども、政策を支持している方たちがいるかなりの数いるにもかかわらず、今その特にあの太
しい候補者さんたちとかが訴えることがこうそれぞれこうバラバラの方向を向いていて、一体せっかくこの反緊縮を支持している、その財源は国債っていうところで支持をしているのに、この人たち大丈夫なのかなみたいな各候補者に対する心配みたいな声もたくさん聞かれますし、やっぱりその辺はもう少し党首が候補者の方たちと密に連携を取っていかなければいけないだろうなっていう、だから政治家として素晴らしいって今ね早川先生おっしゃったけれども、今の状態っていうのは太郎さんっていう名選手は必ずしも名監督ではなかったのかなっていう、気持ちがしてとても心配になるなっていうこととですね、あとやっぱりそのなんだろう、どっちかっていうと目の前の貧しい人を救う党っていう感じに見えるんですね。目の前の貧しい人を救う党っていうよりも、貧しい人なんか作らないとか、貧しい人をなくす党というか、なんだろうな、そう、目の前の貧しい人を救うよりは貧しい人なんかをなくす、そしてもうちょっとこう中間層とかその中小企業の経営者とかというふうにターゲットを広げていかないとですね、正直言ってその貧しい人たちってあまり選挙に行かないので、選挙に行かなかった人たちがターゲットだっていうことを当初おっしゃってたと思うんですけれども、ちょっとそこまた外しておられないかなっていうのが今気になっています。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、確かに山本太郎さん、僕は演劇専門チャンネルをずっと経営してたんで、演技という意味ではピカイチで、でもそこにちゃんと気持ちも入ってるからやっぱり伝わりますよね。それと高圧的な脅し的なマウンティングもないし、すごく一生懸命本気で思ってんだということをちゃんと周りのスタッフが固めたデータを出して説明するっていうことは得意なんですけど、結構ね、質問とかは一生懸命答えられるんだけど、どうしても多岐にわたる分野がたくさん集中するので、でも結構頑張って答えてたんですけども、まあ、その中でのブレーンの一人にやっぱり大西恒樹さんの考えっていうのはすごく大きかったと思うんですけれども、それが覗かれていくと、その金融政策的なところっていうのはどういうふうにカバーするのかなっていうのはちょっと、まあ、党としてはちょっとひょっとしたら先ほど早川さんが言ったようにちょっと限界なのかもしれないですね。だけど、まあ、その党からまた新しい党が生まれて、もっと締まった形で残っていくっていう形で、その受け皿となる党としてはまだまだ成長していく余力があるんじゃないかなと思ってます。テーマ何でしたっけ、奈良市でした。令和新選組を輝く方法っていうことで今そうですね、はい、ね、うちの党ってまあ言っても 2% とかぐらいしか取れないので、まあ、次の衆議院選挙で、候補者を出しても絶対 10% 取れないですよ、小選挙区でね。小選挙区って 10% 取れば供託金の300万円返ってくるんですよね。で、令和さんがこれ令和新選組単体で伸ばすっていう方法と、もちろん野党と共闘するっていう方法があって、で今まあ消費税 5% に同意しないと野党には入らないということを令和さん言ってるんで、であればなぜそれ言ってるかって言えば、令和の力がまだ弱いと思われてるわけですよ。そうすると次の衆議院は独自候補者立てればいいんですね。で 10% 取ると300万返ってくるんです。で300万返ってくるだけじゃなくて、例えば、東京25の選挙区42万人ぐらい平均でいます。で半分22万人ぐらい選挙行きます。10% 取るということは2万票ぐらい取るんですよ。2万票が政党助成金に対しては年間にすると160万円ぐらいで返ってきます。ということは300万出しても供託金返ってきた300万でチャラで、毎年1つの選挙区で160万円入ってくるんです。何それを200人出すと、それだけでも3億円ぐらいの金が入ってくる。選挙に勝てなくても、でそういうその令和新選組の一番いけないところっていうのは、お金のことについて全然発表しないんですよね。寄付ばっかり集めて何使ったか言わないんですよ。じゃなくて、そもそもいわゆる低所得の方で、分かりやすい言葉は貧乏人っていうのが分かりやすいと思うんで、
貧乏人のための政党なんだから、その貧乏人からお金をもらうのは絶対最低限最小限にとどめなきゃいけなくて、一方で国からお金を引っ張ってくる方法があるんです。我々は次の衆議院選挙289選挙区に300万円出して約9億円のお金を出してね、候補者を立てたらその9億円はほぼ召し上げられます。でも令和さんだとおそらく半分は返ってくる、全部下手して返ってきますよ。あ、半分返ってこなくてもそれに対しての政党助成金っていうのがそれよりも多く返ってくるんです。こんなのちょっと計算したらすぐ分かるんですよね。だからそうすると、今太郎さんがお金のことについてなんかやってますけども、うちの党と最決定的に違うのはその 10% を超えていくっていうことが令和さんにあります。でかつ参議院選挙は 1.8%、まあ、約必ず 2% 取らないと議員が生まれないんですけども、衆議院は 3.1% から議員が生まれています。近畿は 3.1、 南関東は 3.8、いわゆる 5% 取ると6議席取れるんですよ、比例ブロックでね。で仮に 4% でも 4% ジャストでも3議席です、取れるんですよ。で 4.8 ぐらい取ると4議席だから、まあ、5議席取れるんですよね。とすると令和新選組としたら選挙に出たら議席も取れるわ、お金も入ってくるんですよね。実はすごい儲かるし入ってくるから、もう令和単体でやるんだったらやるということをお決めになられて、まあ、今100人とおっしゃってますけども、100人どころか289出したらいいんですよ。じゃあその原資どっから来るんですかって簡単なんですよ。それをちゃんと YouTube なりで説明したらすぐにお金集まります。でうちの党で5億円1時間で集まりました、貸してあげるって。そうですよね、公党としてお金が10億入ってくるのは確定してるわけですから、5億円貸して年利 10% です。もうたった1時間で YouTube で1億貸してくださいが5億円すぐに集まって、1週間後には5億円入金されてるんですよ。公党ってそれだけの力があるんですよ。だから289人立候補させますって方針さえ固めたら、人とお金は次の日でも集まる。それが山本太郎さんの今の力なんですよ。でそのお金を増やして、で増やしたお金で実際お困りになっている方にうまくね、僕がもう選挙で出ないって言ってるのは、その政党のお金を僕の株式会社に流して株式会社から国民に巻こうとしてるんです、方法的にね、ワンクッション置いて。でもそうするとこっちはまた公職選挙でやられるから、僕はもう場合によっては政党の代表も辞めて困ってる人にお金を渡していきたい。だから本当にそういう思いが太郎さんにあるんだったらね、そういう今の令和新選組さんの前回取られた230万票近い票 4.6% です。これと全く同じ 4.6% 取れば、まず近畿ブロックで1議席、南関東ブロックで1議席、北関東ブロックが当落ギリギリで、東海ブロックも間違いなく取れます。九州ブロックでも取れます。4議席はもうほぼ確定なんですよ。だから、かつ政党280に出せば、4% 取れば、なんぼだろう。40億の 4% だから、1億6000万もっとか、1億6000万円は毎年入ってきます。プラス、党の方のお金も入ってきますから、票割りだけでも3億入ってくるんですよ。それぐらい、令和新選組なのか山本太郎さんがどっちにしても、彼にはそこまでの力があるのにそれを分かってない。いわゆる彼は政治家としては優秀なのかもしれないけど、経営者としては全くダメで、でもそれはみんなそうなんで、まあ、うちの党はちゃんと幹事長に上杉隆がいて、副代表に丸山穂高がいて、参議院は浜田聡というね、これみんな東大出てるすごい優秀な人物がちゃんと組織としてちゃんとやってるわけです。で地方議員も三十数人いて、でやっぱり山本太郎さん、そういうなんだろうな、令和新選組といえば山本太郎さんの次に出てくる人って誰ですかって言ったら、まあ、誰もいないわけです。あえて作ってないのかもしれないですけど、だから少なくとも組織ですから幹部の3人から5人ぐらいは明確にやっぱりされてですね、経理はいわゆるお金のことはこの人、選挙のことはこの人、政策のことはこの人みたいな、何でもかんでもやっぱ一人でされるっていうのは、僕も間接的に連絡を取ってももう過労死しそうですとしか言わないんですよ。忙しくて会えないと。いやいや山本太郎さん、あなたは国民に過労死しないような国にしようとしてるのに、あなた自身が過労死するような仕事の仕方してたらダメでしょうと。だから何でもかんでも抱え込んでしまっているところが山本太郎さんの一番の欠点だと思うので、そこを
組織化していくっていうことをされればすごくいいっていうの僕は思ってたので、だから裏側でいいですよ太郎さんと。令和新選組の経理の部分だけはどういう選挙でお金を使ったらどれぐらいのお金が入ってくるっていうシミュレーションだけでもいくらでもこっちでするからっていう持ちかけをしてるんですけども、そこから半年以上何の連絡もなく今日に至っているので、まあ本当に非公式でいいですよ。今僕がこれ言ってるのはあれですけども、その選挙の戦略っていうか何パーセントとか何票取ればどういうお金が入ってくるのかぐらいのレクチャーはいつでもさせていただくので、多くの人がやっぱり太郎さんに期待してるんですよね、令和新選組っていうのも山本太郎さんに。だからそういう意味ではこのマイナスをちょっと今ね確かに下降線に行ってるのは僕もそうだと思いますけども、いくらでもこう V 字回復というかカンとやる方法があるので、ぜひね僕の方からも諦めずに意見というか方法を出していきますけども、まあぜひ太郎さんにはちょっとしばらく お疲れだと思うんで休んでいただいてまた頑張っていただきたいなと思ってます。私は特に具体的な提案を含めて意見というのは今はありません、申し合わせていません。ですから要は新選組に対しては期待はしてますけども、よく内情も情報を含めて分かりませんので、いろんな段階ですと軽々なことは言えないと、立花党首の意見を聞いてなるほどなと、筋の強い人だなと思いながらやっぱり政治家はこうじゃなきゃダメなんだというふうに思いながら聞いてました。ありがとうございます。すいません、山田さんちょっと、はい、さっき大西さんが抜けることでその経済政策がどうだろうという発言がありましたけど、そこの勘違いだけは絶対もうこの場で正しておきたいと思うんですが、はい、大西さんの経済政策というのは、あの方商品貨幣論で、太郎さんの積極財政とは全く違いますから、そこをすごく誤解してらっしゃる大西さんの支持者の方が多くて、せっかく経済で世話になったくせにとか、大西さんが抜けてもう経済政策がガタガタだなみたいにね、おっしゃる方多いんですけど、ちゃんとそこが分かってらっしゃる方から見たら、太郎さんの言ってる積極財政と全く違うことを言っているのに、大西さんは確信犯的に全くそれを変えようとせず、むしろフェア党大西的の経済政策を令和の看板で広めようとしてらしたので、私正直言ってその彼の姿勢にはすっごいムカつきました。なのでそれはそういうもんでしょ。令和の経済政策と大西さんの経済政策っていうのは全く違いますから、太郎さんは積極財政です、大西さんは商品貨幣論です。そこだけもうちょっとはっきりさせておきましょう。はい、立花さんの話がね非常にね参考になりますよね。結局ね山本さんは一人で全部ね何役もやってきて、結局過労死してしまうというそういう状況になるのがやっぱり最悪ですから、役割分担をねしなきゃいけないのと同時にね、やっぱり組織の長っていうのはね、やっぱりまあやっぱりね会社経営と同じようなものなんで、やっぱりある程度ね経理のね公開というね大原則、それからやっぱり参加する人がねやっぱり参加意欲を持つようなね、要するに主力がある人が集まってるんじゃなくて、やっぱり大きな組織をね盛り立てようとする、そういった意識が集まる人の集まりでないと、やっぱり本当の政党になりませんので、立花さんがね、やっぱりね応援をするっていうのはね、これはね山本太郎氏にとってはね大変な力になる可能性がありますよ。ここはね僕は別にいい格好するわけじゃ、僕は別に政治家になりたいなってまず思ってなかったですし、自分は政治家に向いてるとは全く思ってなくて、NHK 時代も経理をしてたんですよ。20年間やってて、国会提出資料なんかも作ってて、数字のプロなんですよね。で数字、お金とか選挙の票とか、あと法律ですよね。それをやっぱり分析するサポートする人が太郎さんのところにいないことがすごく残念で、だから、セアもねいつも部屋のもう10メートルぐらい隣なんです。うちと僕の2人ともあれは一緒に肩掛けして
前参議院議員で高等代表なんですよ。元参議院だから2人とも同じ地下2階の海外室で仕事してるんですよ。4つ隣の部屋なんですね。だからもう同じ参議院の地下2階でいて、でなんだろうな、令和さんは常に1人しか住民がいなくて、うちの部屋はもう 4,5 人は常にいるみたいな感じで、それぞれ役割分担をしても経理部長がいて、人事部長がいて、で、もちろん幹事長とかっていうポストもあって、もうお金はちゃんと税理士さんの事務所から入ってきているっていう、とにかく組織をまず土台を固めないとこれから伸びていかないわけですよね。だからその組織作りにすごく力と時間と、まあ、お金と時間を使ってるんですけど、まあ、太郎さんのところはそれがもう横にいて見えないですよね。で、山本太郎さんという政治家は僕はやっぱりあの本当おっしゃる通り聴衆を魅了する力であったり、方向性は全然間違ってないと思うんですよね。やっぱり安倍政権はもうデタラメすぎるので、それを多くの国民が何とかしてくれと思ってるわけですよね。で、それでもじゃあ民主党はって言ったらもう2009年政権交代してダメっていうのがあるから、新しいものに期待して、それがみんなの党であったり維新であったりっていう状態の中で令和さんがポンと出てきたから、さあここに期待した人が多いということで、だから本当に太郎さんここで一旦休憩されて、こう組織を一回自分の党をもう一度俯瞰してみるというか、遠目で見たときに、あのポテンシャルなんて、僕から見たら令和さんのあの票があるんだったらすぐに何十億っていう、毎年ね、今ざっくりとざっと計算しましたけども、もう次の衆議院出たら毎年おそらく10億円近い政党交付金が入ってきますよ。まあ5億は必ず入ります。でその次の参議院を経て、前回の参議院、次の衆議院、次の参議院で、前回の参議院も東京しか出てないじゃないですか。東京選挙しか出てないですよね。あれ45選挙区で出たらブワッと上がります。というのはうちの党と令和さんで言ったら230万対100万ですから 2.3 倍、令和さんの方が票を取ってるのに、なんと政党助成金ってうちの方が多いんですよ。1億6700万で令和さんは1億6200万なんですよ。だって全国比例に9人出したって意味ないですから、ここ3人くらいしか通らないですよ。どう考えても4人5人まででしょ。だから残りの4人って無駄なお金をわざわざ600万円というその高い方のお金出してるんですよ。地方は300万ですから。で地方で取られたら、さっき例えば相原さんの票って社民党に入ってるでしょ。お金って6万票ぐらい取ってるでしょ。6万8000ですよね。6万8000票取るとあれがね、1票40円かける6です。250じゃないか。それ6万票が250円かけたら何本ですか。60600でしょ。1200万円以上生み出してるんですよ。6年間で社民党におそらく1500万近くお金入るんですよ。いやだから出たらめちゃくちゃ得するんですよ。参議院候補者を立てるだけで、仮に 1% しか取れなくても全然その 1% が政党助成金で跳ね返ってくる。だからそういうことを太郎さんは知らずに出ちゃったんだと思う、参議院。でも次の参議院はそれが使えるんですよ。そうするともう衆議院参議院は実はお金を儲けるための選挙にすることもできるし、っていうかもうね、もったいなくて仕方がないですね、僕からしたら。あのポテンシャル、例えばうちのおそらく5倍10倍のそのお金と票を稼ぎ出すだけのポテンシャルをお持ちなんですよ。ところが今回の1億2000万円東京都知事選挙で使ったとおっしゃってるんですが、うち500万ぐらいしか使ってないですよ。どこに使ったのって。それ太郎さん本当1億2000万どこに、おそらく新聞とかのわけのわからない折り込み広告が入れてると思うんですけど、いやいやそんなのもう今 YouTube とかの広告した方がよっぽど取れるんですよね。数字が、数字っていうか政府選挙の票も取れるのでね。だから本当に太郎さんのあの政治力っていうか政治家としての魅力をしっかりとマネージメントできる人が、ね、まあ、それが斉藤さん、斉藤正さんだったのかもしれないんですけども、まあ、少なくとも山本太郎さんという、まあ、商品という表現は申し訳ないですけども、あの逸材をいかにうまくこれから日本の政治にその使っていくのか。でそういう意味では太郎さんが令和新選組を辞めるっていう話が出てるらしいですよ。え、そうなの。いや、風花火なんとかさんっていう人が、
言ってます。その令和さんの支持者の人が。だからもう今の船越さんと木村さんはもう福祉党みたいな政党で分裂して、太郎さんもう一度その緊縮財政っていうか、太郎さんに右とか左とかが合わないと、もともとおっしゃってるじゃないですか、あの外国いわゆる移民の問題でもね、移民を受け入れる自民党議員に対してそれこそ売国党とか言ってるじゃないですか、国会で。あれなんだかな、売国党って言ったら保守となろうが保身と言えだ、言ったでしょ国会で。もうその外国のね実質移民を受け入れるような政治家は保守じゃないと、保身だとかって、多分ね僕ね一番山本太郎で見てると思うんですよ、めっちゃ好きだから。だから太郎さん自身は、僕はその彼のそういう国会での発言を聞いてても絶対右でも左でもない人だと思うんですよ。やっぱ本当に弱者を守りたい、それは当たり前、政治だって弱者のためにあるものですからね。そういう思いとか緊縮財政、おっしゃる通りで、もっともっとこの国のポテンシャル、地方自体のポテンシャルがあれば、もっとお金、いわゆる株式会社でも最初お金借りるじゃないですか、株を発行して。で簡単に言えば株式会社の借金って資本金なんですよ。資本金が多ければ多いほど借金が多いほど多いほど大きな会社でしょ。だから国も本来はもっとお金を借りていいんですよ。ところがまあなんか家庭の借金と同じように思っている人が多いから、あんまりその積極財政嫌っていう人が多い中で、だからこれそれがどんどん変わってきてるんで、だから山本太郎さんと例えば三橋貴明さんが対談してるじゃないですか。なんか水田油みたいな思想の人が対談してるじゃないですか。であの人も読んだでしょ、石垣のりこさんが反対した人、元財務省高橋さんでしょ。高橋先生なんかも呼んでるから、太郎さんはね。だからもうね、そういう意味では山本太郎さんが好きな人からするともう令和やめて、なんかこう馬淵さんなんかとね、うん、その本当にまああとあそことひっついたら一番いいのが、例えば国民民主党の玉木さん、うん、なんかと多分どうなんですかね、ちょっと親和性があるような気はするんですよ。だからそういう方向みたいなものをひょっとしたら太郎さんも考えてるかもしれないし、やっぱり山本太郎さんがあんなにこうなんだろう、弱者の救済っていうか、ちょっとこう障害者の味方をするようなことっていうのは、僕は積極財政の方を売りたい、彼のその経済論の方を推したいっていう人からすれば、そことの距離を取った方がいいんじゃないのかっていう理論が出てきてて、それは確かにそうだなと。やっぱりね、どうだろう、僕は大西恒喜さんの件、大西恒喜さんの発言が、まあ、政治家として許せないとおっしゃってるけども、いや僕は政治家だからこそ言わなきゃいけないことってあると思う派なんで、別にあれは違法でも犯罪でもないじゃないですか。別に大西恒喜さんの発言は自由だし、それによって誰か特定の人が傷ついたわけでもないし、ましてや障害者のことについて一切言ってない、高齢者のことですよね。なのに高齢者のこと言ってるのに障害者の木村英子さんが出てきてすごい怖かったっていうのは、そういう考えなんだと僕は思ってます。でもそれはそれで全然いいと思うんですよ、木村さんの受けた感覚っていいと思うんで。だからそのあまり福祉というか障害者の味方をする山本太郎さんっていうのはちょっとマイナスな部分のが多いんじゃないかというところからしたら、もう一度ね、あの発言が政治家として許せないっていう人に応援されたいとか、ああいう踏み込んだ発言って、大西恒喜さんだって別にあれ言ったら反論、批判されるって分かって言ってるじゃないですか、政治家としてこれ言うとまずいって。別に失言でも何でもなくて、大西恒喜さんはそれは彼の考えを言っただけの形で、彼のその優勢思想を反対する人からしたらもうとんでもない発言ですよ。それは全然いいんでしょ、その受け子。それが異常にその大西さんがまるで違法行為した、犯罪をしたみたいなように叩く人たちの中に太郎さんがいることがいいのかっていうのは、僕は山本太郎という優秀な政治家を考えたときにちょっと確かにもったいないなっていうふうに思いますけどね。だから令和新選組の救い方なのか、山本太郎という政治家の救い方の提言をしているのか分かりませんけど、ちょっとね、令和新選組さんがやっぱりちょっと障害者に重点を置きすぎている政党というに見そうと見られていることが、令和さんの支持者はそれでいいと思っているのかどうかは、なんかアンケートとかその世論調査とかをされた方が
っといいんじゃないのかなって気がしますけどね。あれが一番あの政治的効果があの時期では一番あったから明日なんじゃないですか。だって僕も早川さんもびっくりしましたよ、その参議院のあの比例の2人ですよね。そう、あのねびっくりしますよ。そうするとやっぱり具体的な効果がすぐいち早く社会に現れるから、そういう意味では政党の価値が上がるというか、わかんない、政党の価値っていうのは、これちょっと みんなにちょっと聞いてほしいんですけど、須田さんも、あの1位2位のお二人の障害者の方をね、やったことが、僕は230万票という結果がね、あれをまあ、1人でも1人だけにしておけば、あるいはゼロ、まあ、1人でもいいですけど、あの2人にしたことによって結果として出てきた230万票は、あれはプラスに働いたのかマイナスに働いたのかと、どっちと見てるんですか。僕はあれをしなければ300万票ぐらいいったと思うんですけどね。どうですかね。かもしれない。やっぱそっち派ですよね。ただ社会的効果を表すという意味では、あのやり方はあったのかもしれない。いやいや、あったんですけど、どっちだと僕は、はい、今あの立花さんからね質問を聞きましたんで、皆さんにどのぐらい、もちろん、そのいわゆるその、重度障害者を前面に立てるというのを、お二人をね、出されて、二人は当選するっていうね、太郎さんもみんな分かってたんですよ、最低。だから、太郎さんは多分3回もいけると思ってたんだと思うんですけど、いずれにしても、お一人あるいはゼロ、あのお二人っていうのは、その二人とも国会にやる送り込むっていうことがほぼ確定しちゃったんですよ、ね。それに対して、令和の支持者っていうか、まあ、それに対して、と思って辞めた人が多いのか、それとも、おし、我々、障害者を守ってくれるからぜひ投票しようと思って増えたのか、多分減ったのと増えたのだろうと思うんですけど、まあ、結果としたら230万票ですけど、あれをしたことによって本来こうだったのかこういったのか、こうやったのが下がったのかをどっちで見たのか、分かりました。じゃあ皆さんちょっとそうもね、みんなどう思われてるか聞いてみましょうか。はい、じゃあ早川さんからお願いします。あのやっぱりね、令和新選組を、まあ、再び掲げられるのか、それとも山本太郎を掲げられるかということからすると、僕はやっぱり山本太郎だろうと思いますよ。そういう意味ではね、政治家としての、可能性っていうのは彼はね、やっぱりあります。いや突飛な行動をね、過去にしてましたのでその時代はね、決してプラスに評価しませんけども、でも彼のね、人に訴える力、あれは正しく活用しなきゃいけないので、言ってみれば、誰か演出家が必要だなという感じではありますよね。だから1位を船野さんに決まらせた、例えば1位2位をもう入れずに全員をね、もうフラットにするなりっていうにした方が票は取れたか取れなかったかっていうのは、僕はね、その方が取れたと思いますよ。やっぱりね、まあ、現在、ね、お二人参議院の在り方を大きく変えてくれましたけれども、だけどその先がなかなか難しい、まあ1年はいいでしょうけども、さて2年3年といった時に、さてこの状態で本当にいいのかしらと。本当は僕は、まあ、山本太郎氏がね、早く、国政の場でね、活躍することによって本当の山本太郎の活躍の場は広がるんだろうというふうに思いますけども、しかしね、2人ね、もうそろそろやめてくれなんてなかなか言えないでしょうけどね。田島さんはね、それをご自分でやっちゃったわけですよね、ある意味で、ね、僕はやりましたけどねだからね、実際って参議院というのは6年間の間にね、どのようでもね、新しい政治家を作るチャンスがありますのでね、まあ、そういう意味ではね、山本太郎氏の本当の勝負どころは2年後の参議院選挙なのかなというふうに思ってますけども、でも今のそのお二人と別がいいのかどうかとなると、確かにね、政党の、まあ、一つのあり方としてはね、別の方がいいという活動の範囲がね、広がるという可能性はありますよね。要するに今必要なのは、ね、若者に対してのアピール力ですよ。
若者の心をね、グッとで掴むっていうね、大事なことなんで、そういったあの政治に対してね、引け目、なんとなく不信感を抱いていた人たち、不満感を持っている人たちに政治に参加をして、日本を、これからの日本を担うっていうね、そういった勇気づけをすることができる、まあ、大事な、ね、一人だと僕は思いますのでね、やっぱり山本太郎にいろいろアドバイスをされることがいいでしょうし、今日のこの番組はね、結構ね、具体的に役立つ情報がたくさん入ってる気がしますよ。本当はね、言うと損なんですよ、僕。まあ、教えてるから。いや、だってそれはそうですよ。こんなの相当勉強しないとあれなんですけどね。それは山本太郎が好きだから言ってるだけです。山本太郎が好きっていうか、国のことを考えてるからですよ。それだけです。いや、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、どうだったのかちょっと思ってるの。だってシンプルに増えたと思うか減ったと思うかっていう質問ですよね。私は確実に減ったと思ってます。そっちか。はい。で、加えて先日参議院になってお二人が1年を迎えられたということで談話が載ってたんですけれども、はい、なんかこう障害のことだけをこう発表されて、こう一言もね、こう増税するとかっていう声が上がってるところに持ってきて、一言も消費税のことにも経済のことにも触れていただけなかったために、支持者の方はさぞかしがっくりきたんではないかなというので、だから人にだけとかだったらよかったかもしれない、ね、あ、それは考えますね。一人でも効果出ましたよね、かなり大きかったと思いますよ。一人でも、いや、どうですか、やっぱりあれなんですか、やっぱり下がった感じですか。いや、僕はびっくりしましたもん。いや、びっくりするのは分かるんですけど、いや、僕実は上がると思ったんですよ。だって障害をお持ちの方、いわゆる家族ですね、障害者とその家族は1000万人を超えると言われてて、1000万から1500万人ぐらいいると言われてるんです、障害者およびそのご家族は、そうすると、そう、車椅子っていうか、まあ、重度の方が国会に行くっていうのは、自分たちの意見を述べてもらえるというのがあって、太郎さんすごく、どっちかってすごく笑みっていうか、これすごいでしょ、これをやったらもっと票が伸びるでしょみたいな感じの発表じゃなかったですか。そういう感じでした。感じだったでしょ。奇策です、奇策。だから現に現場で選挙をやろうとしてやった人間としたら、あの奇策は僕はめっちゃ良かったと思いました。それずるいなとちょっと思ったんですけど、僕は上がると思う。どうですか、僕上がると思ったんですか。実際下がったんです。実際結果として下がったと思いますけど、僕は上がると思ってます。私もね、山本太郎さんが3番目にいるでしょ。だから彼を当選させるためにはという、そういう信念が働いてる、ね、そう。だからその山本太郎、山本太郎の支持者は彼を当選させるためには集めなきゃ、そう、3番目を当選させなきゃと思った時に、そういうシーン、だからね、逆に増えたんじゃないかなって、増えるんじゃないかなと思った。でこれが例えば田村さんが1番目2番目にいたとしたら、もう大丈夫だっていうか安全圏だって思ってるけど、3番目が危ないよっていうような状況の中だったら、多分それなりに動いたんじゃないかな。ちなみに山本太郎さん1番できないんですよ。で、そうか、選挙運動できなかったんです。あ、そうなんだ。あれ1番2番の人は選挙運動しちゃいけないです。え、そうなの。参議院で順番をつけた人は選挙運動しちゃいけないです。あ、そういうルールがあるの。だから別に山本太郎さん3番じゃなくて、山本太郎さんは3番じゃなくて、1番船野さん、2番木村さんで、3番以降はいわゆる非拘束名簿ですからね。なるほど。あ、そうか、特定枠って今回、特定枠っていうのは今回初めてです。いわゆる徳島県と高知県の合区、鳥取島根の合区に伴って、うん、自民党の議員が一人ずつ溢れ出るので、うん、この二人を特定枠で当選させると、うん、でそこで二つ議席が埋まっちゃうので48の定数を50にするということをしたんですね。でだから山本太郎さんが、まあ、3人当選しないと当選しないということは間違いないです、うん、それはその通りで、そのために僕は太郎さんが狙ったとは全く思ってないです。じゃなくて、普通に福祉の党でした方が票が取れると思ってあれをやられたんじゃないかなと思って、僕はそれ、うわ、太郎さんずるいなと思いました。地盤が固まるってことか。地盤が固まるって、だって1000万人からいる障害者の家族の人や、その障害者やその家族は、まあほぼ 100% 選挙行くんですよ、うん、福祉もらうから、うんうんうん、
そら1000万人いて人口の10分の1だけど、うん、投票に行く人の5分の1なんですよ。ああ20%ですよ。すごい。自民党に入った票が1700万票ですからね。それと右から左でもないから、ね、自民党に票を入れる人ぐらいの関係者がその障害者とその家族がいるから、うわその作戦に出たのかと思って、僕は逆に太郎さんそこは怖いけどもっていうかすごい戦略に打って出たな、だから彼は最後まですごい黙ってたんだと思う、ギリギリまで。ところが有権者の方がそこにあまり反応しなかった。多分福祉はこれまでやっぱり公明党であったり共産党がやってきてたから、その人たちが新しい令和のことを知ることは多分そんなになかったのが一つと、もう一つやっぱり経済のことやってほしいと思ってた人からすると、えじゃないですか、障害者の人が。やっぱり僕はこれは歌、僕これは何言われてもはっきり言いますけど、障害者の人ってやっぱりあの福祉恩恵を受ける方なので、あのお一人ぐらいだったらまだ確かに国会に行かれるっていうのがいいと思うんですけど、やっぱり健常者が稼いできたお金で福祉っていう順番で別にそれで成り立つわけで、そのやっぱり障害者の人がその現場に行くとやっぱり止まっちゃうんですよ。事務局が結局大変な思いするだけで、議論もやっぱり特別に時間とか割かなきゃいけない質問時間、ヒアリングするだけで時間かかっちゃうから、そうすると国が決めてそれで会社企業とかが動いていくっていう国のその組織の命令系統から考えると、やっぱりそれはもう気持ちはわかるけども現場に行ってそれを2人でやるっていうのは多くの人が口には出せないけども、そんなことをしたら国が疲弊するんじゃないかというふうにすごく知れ深く考えた方がやっぱり入れなかったのかな。だから僕は令和新選組さんは4、500万票取ると思ってました。ほら取ると思いますよ、あれだけのね、ブワーって人が来たでしょ。データ上ではどうでした。いやデータ上ではずっとあのもんです、あの 400万票ぐらいいきそうな。いやいやじゃなくて、うん、だって僕の例えば秋葉原の集会、うん、僕が選挙運動してもまあ50人ぐらいですよ、うん、で 2% でしょ。太郎さんって何千人って来るんでしょ、うん、それでうちの2倍でしょ。ちょっとおかしいと思いません、うん、そういう意味ではですよ、あれだけ聴衆が来るのに、うん、でもあの感じで言ったら 4、5% 取れるのが普通だと。 4、5% じゃない、その400万票ぐらい、いわゆる 8% から 10% ぐらい取るんじゃないかと太郎さんもそう思ったし、僕もそう思いましたよ。確かに福祉はそこの施設の長が名簿全部こうまとめてやる、それで選管の人が来て票をまとめ取りまとめることができるんですよね、施設ごとに。いやちょっとその辺の組織が分からないですけど、自民党はよくやってる、選挙管理委員会と話やってる、よくやってる。だからその施設ごとの施設であれだけの街頭、例えばだから維新の会の橋本さんの時のね、うん、街頭とあんまり変わらないじゃないですか、聴衆の数とか、うん、フィーバーぶりはね、うん、そうするとやっぱりみんなの党にしても維新の会にしても10%ぐらい取ったわけですよ。で第三局が欲しがられているところで、あの人気からしたら、だって山本太郎さんって東京都だけでももともと60万票取ったわけでしょ、今から7年前か、そうでしょ、7年前の参議院選挙で60、70万近く取ってるわけですから、うん、足していったらもう、で東京って大体10分の1ですよ、全国の、うん、全国の10分の1ですよ、有権者が1000万、うん、状況ですからね。そうすると9倍とか10倍かけたら600万票となるわけでしょ。それが200万票しか取れないっていうのは僕はものすごいびっくりしましたよ。もっと取れるだろうとは思ってました。だから世論調査とかの数字は相当低く出てて、実際蓋開けたらやっぱり令和新選組さんは悪くても350万票、良ければ500万票ぐらいっていうのが去年の参議院選挙中の僕の令和さんの見方でした、ね、だからそこら辺はやっぱり福祉の方に力を入れるっていうことを出されるとやっぱり伸び悩むんじゃないのかなっていうのはちょっと思いましたけどね。あの福祉って頑張ってくれっていう人は声出るんですけど、それはなちょっとなって思う人は絶対声出さないですから、そう、うん、障害者の人を守るってくださいって言ったら大きな声出しますけど、そうじゃないと思う人は絶対喋らないんで、だから そこの票を相当逃したのではないのかなっていうのは思いますけどね。だからあの本当に早川さんの案で言うか、まあ、今日の話で言えばね、やっぱり山本太郎さんっていうことを盛り上げていくっていう意味では
もう本当に令和新選組との距離を置くのも一つの、その令和さんっていうか山本太郎さんの支持者からそういう声が実際出てきていることからしてもね、ちょっとさすがにそういう太郎さんとして新しい、まあ次の衆議院はもちろんやられるのはいいと思いますけど、令和新選組自体をもう別の人に任せて、太郎さんは例えば国民民主党に入るとかね、馬渕さんがそうじゃないですか。国民民主党は僕ちょっと立憲とは引っつかないような気がしてるんで、わかりませんけど、ただね、太郎さんのあれから言えば今の国民民主党は消費税減税を前提にしないと一緒になれないって言ったわけだから、まあそこには社民党も令和新選組もいわゆる無所属の会の人も入るっていうのはある意味当たり前のことだし、当たり前というか自然の流れでしょ。だから今玉木さんは少なくとも馬渕さんであったり山本太郎さんを一緒に戦えるメンバーに入れるために立憲と戦っているような状態だとは思うんですよね。だからあれ多分消費税の減税を言わないと 立憲と国民ってひっつかないと思いますよ。もうひっつくんだったらとっくにひっついてると思います。あれ立憲言わないじゃないですかね。立憲とか無所属の人はひっつきたいんですよ。でも国民民主党、僕玉木さんが少なくともパイプなので、うん、あんまり僕が言うと玉木さんの本音がバレちゃうかもわからないんですけど玉木さんはひっつきたくないですよだって口座に100億円あるんですよ口座に100億円あって、政党の支持率が 1% とか 2% しかないんですよ。落ちないでしょ。下からの突き上げないんですよ。誰も玉木変われって言われないですよそういう状況なんですよ。で玉木さんもともと右だし安倍さんとも仲いいんですよ、実質上はね。だから玉木さんとしては合流するメリットって、いや元に戻るメリットって多分何一つないと思いますね。だったらもう出てきた人だけ立憲民主党に行ってもらって、山本太郎さんとか馬渕さんみたいな、そのこれからの日本を本当に経済的に考えていける人たちが来てくれたらいいっていうのが多分僕は玉木さんの本音の部分だと思うので、そういう意味ではそこは山本太郎さんと話が合うんじゃないですか。だからちょっとまあね、令和を大きくするっていうよりも山本太郎さんとして、まだ言っても国会議員2人のところですから、それよりも山本太郎さんの魅力、まあ彼の魅力はやっぱ選挙で票が取れるっていうのが一つの大きな魅力でしょうから、それに集まってくる人をフラットで集めた方がいいんじゃないのかなっていうことで、今日はどっちをテーマにするかですね令和を挙げるのか山本太郎を挙げるのかやっぱりね、実にね、素晴らしい発想ですね。そのぐらいね、柔軟な発想でね、やっぱり政治ってのはね、見てもらわなきゃいけないし、作ってもらわなきゃいけないんですよ。で、まさにね、今、国民民主党と立憲民主党の、ね、合流の話がありますけども、で努力がある。で、それを打開する方法の一つがね、馬渕さんだったりね、やっぱりね、山本社長さんがね、一人こう浮いてますよね。だからそういった人たちをね、束ねくためのやっぱりね、スターを作るという意味ではね、山本太郎はね、スターの一人ですよ、間違いなしに。でも山本太郎に呼びかけさせるんですか。いやでも山本太郎さんが国民民主党の党首っていうのはありでしょうね。バランスいいね。いやそれはありだと思う。まあ、僕は党首はね、それはね、どういう、やめた方がいいと思うんで。いや、ただね、党首っていうか、どういう、これなんか別にしても、令和新選組さんから山本太郎さんがあえて離れて、その、まあ、いわゆる馬渕さんであるとか、山本志さんとかっていう、まあ、玉木さんとかで、新しいその、緊縮財政反対みたいな、消費税減税っていうので、集まった方が、なんかやっぱ最終的にそこにやっぱり維新を掘り込まないと無理でしょ。維新の今上がり方ってまたすごいじゃないですか。だから今言ってるのはやっぱり保守に対抗できる保守ですよね。いわゆる自民党に対抗する保守を作らないと、まあ、世界的に今そうじゃないですか。もういわゆる革新は世界的にもう戦えないようになってるのでね。だからそうするとあとは公明党がどっちにつくかで政権が決まるような、そういう、だって大阪維新そうでしょ。大阪は公明党が維新についてるから与党でしょ。東京もそうじゃないですか。東京都議会ももう公明党さんはもう
小池さんが強いと思ったらさらっと自民党辞めてこう行くわけでしょ、希望の党にパッて行くわけだから、だからちょっとねやっぱり国民が期待しているのはそういうその弱者の救済っていうよりも経済を立て直してほしい、自民党に代わりるそういう保守、二大保守みたいなものを求めてるのかなっていう意味では太郎さんは全然適任ですよね。だって山本太郎さん僕左だと思ったことないもん、うん、そうですよ、はいはい、エレクトの話ですね、また、少し戻したいんですけども、まあ、今日はですね、令和新選組がね、今の、低迷している状態からですね、もっと勢いを取り戻せるかどうかという話をね、一番メインにしたかったんですが、結構あの山本さんにしたいですね、もう、令和をやめてですね他の党に移ったみたいな党首になる、そうじゃなくて令和新選組は今の力があれば、うん、今のねいわゆる 4.数%の支持があれば、うんうん、めちゃくちゃ伸ばせることはできますよ。いやいや、でもね、でもねその令和のその 4.5% というのはあの山本太郎が党首であったね、山本太郎が引っ張っていくからそれだけの数字を稼ぐんですよね。もしも山本太郎が私に抜けたと抜けちゃって、山本太郎がいなくなった令和新選組でね、果たして今度の衆議院選にいやその勝ち続けるのかと思うとですね、これはもう惨敗だと私は思うんですよね。それはでも橋本徹さんがいなくなった維新とちょっと似てるんじゃないですか、だから、うん、橋本徹さんがいなくなった維新はこうなりましたけど今上がってきてるじゃん、だからそれはその令和新選組と今のいわゆる福祉を重視した政党っていうのはある程度の需要はあるんじゃないんですか、それはあのそれはそれで全然それを否定はしてないですよ。だから今も大西常木さんが出て野原さんが出てで、もう一人あやむさんも出たでしょ、あやむさんももうダメでしょ、だから東大の安富彩先生、だからあの3人が出ちゃったら、あと残ってるのはコンビニの人と、あのフリーターというかあのおばさんでしょ、渡辺さん、ね、渡辺翔、ね、子さん、ね、と面白い土井村さんかな、だからまあ地方にはいろいろまだいらっしゃいますけど、ね、ただ選挙に出た10人のうち国会議員2人と太郎さんの7人中3人出ちゃったんでしょう、でその3人がまあ言い方他の人に申し訳ないけど結構まともな人3人でしょう、ただあの本当にねあの他 の, あのまだ残ってる方はね一生懸命まだあの衆議院選をその迎えましてね一生懸命活動してるんですよ、先生活動ね、まあ、あの指名出しちゃったからねみんな、そういやそれ分かってるんですよ、分かってる中でだからもう大西常木さんの問題であまり令和に関心のなかった人もってだってみんなを守るって言ってるのに自分ところの仲間を一人弾き者にしてるからこれすごいあの衝撃なんですよ、言ってることとやってることが違うじゃんっていう、だって最初の太郎さんの対応すごく正しかったんですよ、間違いがあるから大西さんに教育しますって、あのままいけば素晴らしいでしょ、ところが一回決めたことを密室で逆転させてお前どっか行けでしょ、いやそれ犯罪したんだったら分かるんですけど、あの発言はまさにそのいわゆる赤軍の発想なんですよ、いわゆる過激派の発想なんですよ、だからそれが露見してしまったからこんなに話が伸びてるんでしょ、だって僕も怖いもの、僕が最後あこれは令和新選組の味方をすることはできないって思ったのは浅間山荘事件やあそこに至るまでのいわゆるあの極左の人たちの思想と全く変わらない密室で一人の人間を全員で血祭りにしないと一人でも反対したらまたそこに来るわけでしょ、15人全員があんなの賛成するとも思えないし、15人が賛成したんだったら逆に怖いし、そもそもその15人って誰なのって公表されてないんでしょ、少なくともその15人は民主的に選んでないんでしょ、めちゃくちゃ怖い話ですよだからもうその方向性を出されてる以上はその令和新選組をあの復活させるにはあのもうそっちのラインで行くしかないんじゃないかというここに議論に至ったんですよ、今のここの議論、
で、それはもったいないから、山本太郎さんを生かす方がないかっていう話。へぇ、まあ、両方生かすんですよ。その、まあ、ある意味、今残った令和の福祉、新しい福祉の概念をもっと発展させていくというところと、山本太郎は本当のもっと期待されたその経済政策の実験的なところをやるチームをもう一度今の政界から蘇生させるためのリーダーになるという考え方ですよ。それがまあ実質上令和も生き、山本そこから離れた山本太郎も生きるという構造ですね。で、野党共闘は山本太郎がこう呼びかけると。そうするとこうもう少しこう、ま、あの真っ当な保守ができるというそういう意見ですよね。まあ、そう僕はそうなるというのを期待してたんですけど、だから今回の件でそれは、うん、どうなんだろうな。だからやっぱり枝野さんが悪いのか山本太郎さんが悪いのかっていうことを考えれば、まあ、どっちにも問題があるからつながらきつかなかったんでしょうけども、どっちかと僕は枝野さんに属人的な問題があるかなと思ったんですけど、今回のこれを見てるとちょっと太郎さんの方にもなんかそのきつくっていうかね、やっぱり組織って大きくならなきゃ影響力出ないわけで、民主主義公開みたいな、そういうのがちょっとやっぱり弱いのかな。だからやっぱり令和新選組を盛り上げるのというのと、山本太郎さんという政治家をこう盛り上げるにはちょっと今分けて考えた方がいいんじゃないかっていうのが、分けた方が力がすっきり出るっていう議論をしてきたじゃないですか。だから僕あの230万票はあの2人を出した方がいいのかどうだと思ったら、あれをやった方がやっぱりマイナスだというふうに多くの方、これ須田さんどっちですか、ね、ちなみに須田さんの聞いたかったですね。いや、あれがマイナスに出たと思ってるんだったら一旦令和外した方がいいと思いますよ。ここにいらっしゃる方があの名簿1位2位を障害者の方にしたことはやっぱり間違いだというんだったら、うん、もう一回一からスタートした方がいいような気がしますよ。というか私がね思うには、その令和でですね1位2位を重度障害者にしたというのはね、まあ山本太郎の戦略がですね、だいたい予想でね2人しか当選しないだろうと、そういうところをですね、3人当選するために、山本太郎を3万円持ってきたということで、その作戦がですね、結局外れたという形かなと思うんですよね。それで山本太郎が落選して、2人だけ受かったということで、ある意味、ちょっと作戦失敗的なところがあるかなと思うんです。はい、ただ、まあ、そういった、柔道障害者をね、前面に押し出したと。いうこと自体はですね、これは山本太郎のその一人としてですね、その無限しないというところですね、そういった政策には合ってるんで、それはそれでまあ成功してるのかなと思うんですよね。で、そういった山本太郎のですね政策が、今度はその後のですね、この前の例えば都知事選で急に都知事選ね、最初、その野党が統一で、その山本太郎を推すんだったら出るというのをね、それ外れたもんだから、今度はもう、無理やりですね、その宇都宮検事をもう、敵に回して出ちゃうというのはやっぱり作戦ミスかなというふうに思いますしね。でその後のやっぱり、大西常樹についてもですね、出席するというのは、ね、やっぱりみんなで決まったということで、まあ、それいいとしてもですね、それに対して、教育をするとかね、いわゆる思想教育をする、思想を解説しようとするというのはですね、あれは本当にナチスと同じ考えなんですよね。だからそっちがナチスなんですか。やっぱり共産党の再職業訓練所みたいなんでしょ。ああ、そういうのもありますね。いわゆる集団、本当に独裁主義、独裁者がね、その考えが間違ってるから思想を変えようとしようとしたことは良くなかった、それは良くなかったと思います。ただ違うな、これ。ただそういったことでね、確かにその山本太郎も施策はいっぱいあるんだけども、ただしみんながね今まで支持してたというのはね、やっぱりその本当の野党というのは今ないと
もうみんなの、立憲にしたってね、国民、民主党にしたってね、あれは元民主党ですよね、あれね、あれくっつくつかないなんて、要するに元の際に再に戻るかどうかという話でね、そこで、その透明がどこだとかね、そんなくだらないことで今燃えてるという状態ですよね。でそういうのはもう本当にもう一般国民が望んでいるところでは全然違うんですよね。だからそういうところでやっぱり未だにやっぱり、その令和をね、支持したいという人はいっぱいいるはずだし、だからそのためにはやっぱり もっとね今の状況を脱して失敗は失敗と認めてですね、脱してもう一度再びね、輝きを取り戻してほしいという決めで私は思うんですよね、うん。ということで、まあ、一応今回も題名はですね、そういった話もつけたんですけども、だいぶ違った。面白い結論だったよ。面白い結論だったよ。ただあれでしょ、あの、ちょっとこれ、まあ、うちの党にも言えることですけども、うん、輝きを取り戻してほしいっていうのの、すごいそれ主観じゃないですか。だって、うちの党の去年の参議院前と参議院後では、全然違うんですよ。うちの党ももちろん落ちたって言われてるんですけど、いや落ちたのは当選した7月末から8月のテレビにバンバン出てた頃と比べたら落ちますよ。だってテレビ出ないんだから。でも7月21日以前の人気と比べたら圧倒的に今の知名度が高いんで、だ令和さんもそうなんですよ。テレビ新聞取り上げてないでしょ。それで230万で取ったんだから、次の国政選挙やってみないと上がったか下がったかすら分からないんで、その輝きを取り戻してほしいっていうのが最近のちょっとしたその騒動に対してなんで、いや多分普通に今衆議院やったら平野さん出したら230万では効かんと思いますよ。もっと取ると思いますよ。だからそういう意味ではこうは来てると思うんですよ。こう来てちょっとこう下がってるだけ、去年の7月と比べたら上がってるんじゃないですか。うん、だって NHK から国民を守るとってすぐにパッと分かるじゃないですか。インパクトも強いし、何してるかちょっと分かるじゃないですか。でも令和新選組は分からんすよ、高齢者は特に。あの去年の7月の選挙の段階でもね。だから次の選挙はさすがに令和新選組はこれだけ社会に出てるわけだから、だからさすがに230万票ってことはないと思いますよ。400、500万票取ると思うんですけどね、僕は。だから決してその世論調査とかもしない 数字でね、去年の7月21日以前と比べたら伸びてるとはみんなそう思いません？だって令和新選組。いやいや、でもね、私の感覚ではですね、うん、まあ確かに最近はね、参議院選が終わった後はそんなにマスコミの方でも取り上げなくなったと、まあ、それは事実ですけどね。やっぱりそのさっきの大西さんのですね、事件以降ですね、大西さんが辞めて、野由さんが辞めて、それで安住さんですかがお辞めになってと、で他にもその、令和を新選組をね支持した人がだいぶ抜いちゃってるというところでですね、じゃあ果たして残りのね、その今頑張って、令和のためにね、あの選挙活動やってる人が果たして当選するのかと思ったら、非常に私は疑問だと思うんですよね。それはさあさあ選挙知らなすぎだわ。そうですか。だって去年の令和の時ではだって山本太郎さん一人でしょ。でも次の時は馬渕さんであったりとか須藤元気さんとか著名な人がもう応援に入ってる人、ね、だって太田和美さんであったりとか、それなりの人がもう公認として来てるわけだから、そんなに悲観するレベルじゃないと思います。そうですかね。あの令和新選組っていうのが大体分かってきて、そういうことを福祉を中心にやってるというか弱者救済のためにやってるっていうのをやっと理解が浸透されてきたじゃないんですかね。まだ何も知らない人もたくさんいるし、まだ知らない人がいるってことは伸びるわけでしょ。でもうちなんて神奈川12区なんですけど、私ポスターを一度も見たことがないんです。あ、そう、沖縄なんかすごいよ。いや、本当一枚とポスター見たことないし、さすがに山本太郎という名前は知っていても、令和新選組という名前を知らない方もたくさんいらっしゃいますし、令和新選組は知らないんだ。もっと言っちゃえば大西常木なんか入ったりしてそうだね。これね、大西常木さん問題なんてインターネットしてる人だけもうね、それが普通の人。そうで、それから今ちょっと例えば話題が下火になってるって言っても、これも当たり前のことで
で、その例えばネットに集まってる政治クラスターは別としてね、一般有権者なんて選挙前にならなかったら選挙のこととか政党のことなんて考えもしないし気にもしないし忘れてるんですよ。だから私たちが、ね、例えばツイッターでね、太郎さんが叩かれてるのを見てね、で離れていくって、私もやめた、ね、俺も支持やめたなんていうのをね見て心配するほどには世の中は動いてないっていうのが私の体感でございます。でただね、その今まで積極的にネットを使ってね、あの空中戦で太郎さんを応援してきた皆さんっていうのは、あのなんだろうな、ことの善悪ではなくて、とにかくまず太郎さんの発信を待ってるんですよ。太郎さんの言葉が欲しいんですよ。そうですね、今すべてはみんなああだったんじゃないかとか、うん、こうだったんじゃないかとか、うん、想像で語るしか手段がないんですね、うん、どんなことでもいいから太郎さんが待たせて悪かったなって、こうだったんだよって一言言えばそれでもみんな納得するんです。でもう一度輝けます、間違いない、うん、そうですよ。だからそんな、だから今ね、本当すごい北風は吹いてると思うんです、うん、でもこの令和に向いて吹いてる北風は期待の大きさなんですよ。そうね、必ずその北風を太郎さんだったら追い風にしていただけるだろうと期待しておりますので、うん、頑張っていただきたいな。今はないからね、今はチャンスかもないね。そうですよね、別に大西出撃さんってニュース一切出てないでしょ。誰も知らないです。新聞にも出てないから、もちろんテレビも出てないので、朝日ドットコムがネット出ちゃうぐらいでしょ、はい、だから須田さんが思ってるような状況じゃない。やっぱりテレビのニュースになって変わるんです、だから僕が被疑者になったのね。ああそっか、これはガーン出るんですよ。でうちの支持率はだからなんだ、7月上がったんですよ。だから僕テレビめっちゃ出たでしょ。だから電話調査が 0.5% ぐらいじゃなかったら 3.6% に上がったんですよ。それは選挙で質問がね、だから東京都知事選挙になる誰になりますかって田島隆にならんですよ。ところが次の衆議院選挙で入れる政党はどこですかって N 国って答えるんですよ。それは NHK 問題やってる政党があるんだと僕が知ってるから。で最近の世論調査ってびっくりしたのが電話で来るんですよ、これにね。で0120までかけ直すじゃないですか。そしたら世論調査しています、お答えいただける方は一応押してくださいで押すじゃないですか。ショートメールで来るんですよ、 URL が。で押すとこう画面で見るんですよ、あなたお住まいの地域ってことですが、千代田区と押すと、じゃあ次山田美希さん、海江田万里さん、赤坂大輔さん、これは捕まりましたけど、うん、3人が表明してます、誰に入れますか。で2番目、次の9個の政党の中から今選挙が行われるとどこに入れますかって一覧で出てくるんですよ、うん、だから電話だと普通電話調査ってそっちだと思うんですよ。1番自民党とか、うん、2番国民民主党とかって思うじゃないですか、じゃないんですよ。電話で出て自動音声で協力してくれる人が1番押してったら、だからねそういう調査になるので、要はやっぱり知名度があると支持率上がるんですよ。だから大西出力さんの件なんてテレビや新聞一切扱ってないからほとんど影響しないですよ、選挙には。だからむしろ太郎さんがいらんこと言わん方が正しいから、正しその変に太郎さんが発言するとニュースになるから、だから何も言わない作戦のかもしれないし、それ作戦だったらめっちゃ賢いですよね。そうかもしれないね。はい、いいですか。ですね、私が予想した、最後にみんな一人ずつですね、はいはい、聞きますから、その前に何か言ってた、はい、何してもね、当社がいないところでね、あれこれ言うのはね、どうかなと思いつつ、しかしね、共通のやっぱり皆さんの思いというのがあるのは、山本太郎にはね、もっともっと輝いてもらいたいと。でそのためにはそれらしくやっぱり、スタッフをしっかりね整えた方がいいなということと、選挙の戦略ということはやっぱりね、それなりの専門家に、頼んだ方がいいだろうなっていう、まあそういうことですね。はい、はい、今日ですね、最後になりますが、皆さん一言ずつね、私が山本太郎だったらどうするかということをですね、それいいね、何をするか、聞きたいと思います。じゃあまず、どうぞお願いします。
山本太郎だったら、ね、今は、はい、今ならば、はい、やはり、まあ、今暑いですけども、うん、やはり街頭に、ちょこちょこと立っていった方が、なしはあのメッセージを流し続ける。この前あの、昨日か、長崎の、あの彼の談話がフェイスブックの方に出てましたから、山本太郎の談話、ああいうことをこまめにやっていった方がいいかなと、うん、まあという基本的には先ほども出ましたように、やはり経済政策でやっぱりあの反緊縮で、やはり、まあ、アメリカの MMT 理論があるように、自国の通貨発行権を持っていて、それであのかつあの、まあ、今の日本の状況ではあの財政破綻することないので、積極的に国債をするのにつって、でどんどんその困ってるところにね、まあ、したり、あと強靭化じゃないけど災害に弱い国土ですから、これはあの強くするためにいろいろそのお金を使ってね、公共事業を含めてやっていくと、積極財政的な政党としてのやはりあのイメージを出していった方が、その中で、そういう中でその若者の奨学金返済の問題とか、解消していくところが多いと思うので、高齢者に対する支援も含めて、ですからやはりそれは今のような緊縮財政の中では無理ですよ。集めた税金で政治をやっていこうっていうのは世界は終わったと思っているので、私は。ですからそういう積極財政派をの中心としてのはやはり令和で打っていった方がいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。でも立花さんがもしも山本太郎としたら何をするか。まあもちろんね、僕は山本太郎さんではないんですけども、ので、まあ、僕は絶対総理大臣になりたいと思わないですけど、山本太郎さんは総理大臣になりたいっていうことをおっしゃってるので、だから僕は山本太郎さんだったら、総理大臣になって政治を変えようという意思があるという人物で言えば、やっぱりちょっと左に偏りすぎていることについては是正をするでしょうね。だからもっと、もちろんそんなの政治の世界で弱者を救済するっていうのはある意味当たり前のことで、その自民党だってずっと部落解放のいわゆる特別法をずっとやり続けて、今そういうトタン屋根の下に住んでたりとか医療提供を受けない人、いわゆる弱者の救済をしてきたから自民党である。自民党はそれこそもうあの右から左までいろんな人がいる政党ですから、それを目指さなきゃいけないから、僕はだったらそれを目指しますね。だから弱者の救済も全体の一部っていう位置づけにして、できたら中道の政治思想であるっていうことを、経済的なことにとって中心にやっていく、そういう、まあ、それをやりたいですし、やりたい、山本太郎さんであればですね、立候補する人もできたらその自民党の人とかを引っ張ってくるってことですね。元自民党の人とか自民党で落選した人とかを引っ張ってくるとか、その右と左を擁立をして、あのやっぱり総理大臣を目指すっていう人と、その特化した人を、その特化した組織とか考えの人の味方になる、僕のようにね、まあ、僕というその NHK から国民を守る党のように、ここだけの人を守ろうとするのと総理大臣で全体を見ようとする人はやっぱり全然違うので、だから政党としてはやっぱ色がつけちゃいけないので、今その福祉に特化しているとか、こうあの障害者に特化している状況ですから、それの選挙ではそうではなくて、もっと全体のことを考える政党ですよっていうのはアピールするためには、あえて自民党の人を引っ張ってくるようなこと、自民党を逆に辞めて令和新選組に来たくなるような、まあ簡単に言えば裏工作って言い方になるかもしれないですけど、僕だったらもうガンガンうちの党に来たら次当選できるよ、もう近畿の比例1位上げるからうちの党に来ませんとか、それはやらないと。だって一番嫌なのは自民党議員引き抜かれるの一番嫌なんですよ。だって向こうがマイナス1でこっちプラス1ですからね。まあ本当に総理大臣するってそれぐらいの駆け引きをしないとね。だからなんだろう、僕は山本太郎さんだったらそういう一種ずるいなと思うかもしれないけども、やっぱり国民が期待しているのは、僕は山本太郎さんが総理大臣になるっていうのも、今の安倍政権なんとかしてくれって人は圧倒的に多いわけでね。だからその
安倍政権をなんとかするためにがむしゃらな活動、政治活動、選挙運動、そういうことを僕だったらやりますね。今のようなちょっと弱者みたいな、特化したようなものっていうのは一旦切り捨てるというか、ね、方針転換をして総理大臣を目指しますっていうことでしょう。はい、ありがとうございます。僕は山田さんです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ山田さんお願いします。はい、これはもう次の選挙というのはコロナも以降のその政策がコロナからどう脱出してみんな食ってくるようにするかっていうのが一番重要な政策だから、まさに今引き抜くって言ったらもう文句、このコロナのね、あの対策に対して不平不満を持ってるお医者さんとかたくさんいるわけじゃないですか。でその人をドーンと引き抜いてコロナ対策やりますよと、プラス経済対策も今までの財政を、それは国で出せないんだったら今結構財務省が結構反対してお金なかなか出せないんですよね。そうすると自治省と組んでこう地方自治体ごとに地方債を出していくっていう、東京都で言ったような地方債を、まあそこの財政に合わせた形の地方債をどんどん出してその救済していくっていうのが緊急にやらなきゃいけないことなんじゃないですかね。でそういうことであの次の衆院選に控えていくっていう、具体的にそういうことをやっていくためにどうするかっていうブレイクダウンが必要なんですよねと思います。だからあんまりあの今のその令和のボタボタにちょっとしつこくこだわっているというよりも、もう次のステージに行ってその次の人材を集めるというふうに行った方がいいと思います。ただまあ福祉を切り捨てるっていうところまで言うかっていうのはちょっと微妙ですけども、まあもう今やられてる方はまあ立派にやられてるんで、それはそれであの安定的に新しい福祉の形を考えるという形で議論していただいて、その今緊急でやらなきゃいけないことを優先的に早く動いてほしいというふうに思います。はい、ありがとうございます。じゃあ今度は凛子さんが山田さんだったら、はい、もうあのお二人からね個別具体的に素晴らしいあのご提案いただいてしまったのでね、あの具体的な方法論としてはまさにその通りなんですけれど、なんといっても総理大臣にならなければいけませんから、積極財政を柱にですね、全ての人が自分の選んだ生き方をすれば幸せに年老いていくことのできるような国を作るために、毎日街頭にまず立つことです。そして必ず総理大臣になる、これが全てでしょ。はい、じゃあ最後お願いします。あの今はね政治家の言葉に対しての信頼度が極めて低くなってますので、やっぱりね本当のことを本気で言う、本音を語る、まあ、そういう政治家になってくれればもうそれで十分です。で立花さんが今日はねたくさんヒントをくれましたので、それをねしっかりと受け止めてもらうのが一番早道でしょうね。変わるかもっていう。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあこれで今日の動画をお願いします。今日の一番の最大のであれは立花構想を示したのに、すごかったな。すごかったな。本当にね山本太郎さん僕のことなんか怖がってるんですよ。本当に会おうとしないんですよ。なんでなのかなと意外と気が弱いのかな。いやだから僕めちゃくちゃ正論しか言わないです、うん、だから太郎さんのこと思ってるんですけど、そこがもう分からないです。だってうちの幹事長とは全然ラインがあるわけですからね。しかしも隣の部屋もう廊下で20メートル15メーターぐらいずっと歩くけど、僕タバコ吸わないから太郎さんはうちの部下たちはよくタバコ吸う人とはその禁煙室、喫煙室でよく よく会ってるわけですよ。タロさんいましたよとか言って、でも僕も積極的には行かないので、実は当選してから太郎さんと喋ったことないですよ。あのこの間の都知事選のあれで太郎さんがいて小池さんがいて宇都宮さんがいてで僕がいてって、そのレベルでしか、だからあの人って喋ったことないですよ。なんだろう、本当に太郎さんが話をしたいっていうのは多分全くあの外に出さない。いや太郎さんは、ね、僕がなんかあの人はそんなの外に出さないって、そんなにいや会ってないから今あ、そっか、あのこれちょっと勘違いないんですよ。僕はいろんな人に会ってます、うん、あのいわゆる与党も野党も、ただ会ったことは言いません、うん、簡単です。相手のイメージが悪くなるから、うん、立花なんかと話してる人は国会では絶対ダメなんで、だから僕は森友の問題とか
赤木さんの奥さんとかその辺から来てる情報はそれなりにはちゃんと出してます、うん、まあ、あのやっぱり幹事長が両方に顔が利くんでね、うん、でも僕は誰と会ったとは言いません。だから会ってない人のことは言いますよ、会ってないから、うん、でも会った瞬間僕はその人とは関係なくないようにしますよ。さっきちょっと玉木さんの話しましたけど、別に玉木さんの話は僕は YouTube で出てるんで2人、うん、玉木さんは出てるのでそういう話はしますが、出てない人の話は絶対しないので、はい、じゃあ一応これを切ります。一旦、さっき の, あのお芝居の挨拶のところで切って、それからあとはオフレコってことですね。ですオフレコでもなんですけど、なんかどうしてもオフレコで聞きたいって話だったんですけど、じゃあこれでじゃあお芝居しますね、はい、はい、じゃあこれでお芝居します。どうもお疲れ様でした。ご苦労様でした。はい、お疲れ様でした。